江頭康太郎から1913年1月23日は、日本の海軍軍人。海兵12期主席、海大工業学生5期主席。最終階級は、海軍中将。伊海軍東軍校は、14位、軍二等校3級。皇后、政子の祖祖父、文学者、江藤敦氏の祖父。現在の佐賀県佐賀市北川添町大和崎原に、 江頭義蔵、木野の次男として生まれた。父、義蔵は佐賀藩の下級武士であった。義蔵の少年は不明だが、安太郎が生まれた頃すでに40代であったとされる。安太郎が学齢期を迎えた頃、義蔵は佐賀中学校に学校用務員として勤務していた。佐賀中学校に入学後に上京して抗玉者に入り、海兵12期の同期生。 さらには後に親族となる山谷他人と知り合った。海軍省軍務局長在任中に海軍中将に進級するも直後に大名となり、現役のまま死去。47歳坊津。江頭は海軍兵学校在校中全科目で主席を占めたと言われ、海軍大学高校高校学生を主席卒業という稀な秀才であり、山本本本兵衛に早くから目をつけられた逸材だった。 日露戦争では大本営参謀を務め、海軍省人事局長、同軍務局長と軍政畑の養殖を歴任し、海軍大臣候補であった。ありがとうございます。